電車は一体止まることが動いている。
に分かりやすいところで不便な思いをさせて、いかにも電気は足りないかもしれないと思わせるような演出は明らかに出されてますけど、じゃあ皆さんは家庭で特別節電なんかやってますか？意識して節電しなきゃいけないような現状が今ありますか？つい最近では太陽光発電の買い取り、これを中心電力でやめるという話です。太陽光発電の電力生産量が大きくなりすぎて買い取りきれないといけません。それほどの電力が余っているのに、今中心電力が他の電力会社から先駆けて仙台原発という原発を再稼働させようとしています。私たちが首につくとろくに反対の声も上げていたらですね、年内でも稼働するかもしれない。原子力を動かそうと思っている人たちは、この仙台原発が動かせば全ての原発をドミノ倒しのように動かしていけると思っています。ただ皆さん、先ほども言いましたけど、大井原発の3号機、4号機を除けば、この国では2年半から3年以上他の原発が止まってきたわけです。長期間原発が停止している、それだけで原発の施設には大きなダメージがある。福島第一原発は大特会は、お前らなんか大特会は俺の人も超えてるんじゃ、チョンクなんか舐められるか、帰る大特会は、お前帰れ、チョンクなんか舐められるか、検察官やめろ、帰れ、何が差別やねん、帰れお前、やっちゃうよ、帰れ、今差別やめろ、帰れ、帰れ、今蹴りましたよ、暴行、暴行、何言っとんねん、誰が何が差別やねん、何が差別やねん、差別だそれは。説明してくれよ、差別発言だよ、差別発言は言わないよ、差別発言はやめろ、教えてください、何が差別、何が差別、いやいや、パントッパ差別か、おいパントッパね、原発が起こって翌日の12日からですね、次々とテレビでですね、ここは日本、なんやこいつは、邪魔するな、外国人のこいつ顔東やね、あ顔東やん、テレビで見たことを政治活動は覚えていませんか、違反間違えてます、あの時何とも言えない不満、
不安な気持ちを皆さん外国人の覚えていませんか。ご迷惑、ご迷惑に朝鮮人は朝鮮半島に当たり前やろ。何が差別やねん。説明するのよ。何や、かわいいやしか。ここは日本や。お前らに差別受け、ここで説明してもらえよ。ゴミはゴミ箱に、朝鮮人は朝鮮半島に。何が差別やねん。俺が差別やねん。人が出てこいよ。ゴミはゴミ箱に、朝鮮人は朝鮮半島に。当たり前だろ。ピクチョンはピクチョンの国帰れよ。チェジュ島帰れよ、ピクチョン。おいおい、パンチョッパリよ。差別発言するな。おいおい、誇りある朝鮮人だったら祖国の徴兵の義務果たせよ。何言ったねん。国民の義務果たせよ、徴兵の義務。海外の早く、国民の義務果たせよ、徴兵の義務果たせよ。徴兵の義務果たしてからも偉そうなことに抜かせよ。お前するな。妨害だろ。言論の行使だろ。川東君、もう帰りなさい。醜い差別暴言を繰り返し、川東君はもう帰りなさい。これが言論の自由の行使なんですか。汚い暴言をどこに吐かれても多くの人間の迷惑。川東を帰れ。ハモギだ。それからずっと原発で反対してきました。なぜ原発で反対したいといけないのかといえば、皆さん出ることがよく見ていると思いますけども、今でも福島第一原発、その事故をいくつか見ると言ってない関係者の責任が立った。嫌です。仕事帰り？仕事帰り？そんなこと言ってもどうでもええやん。とにかく、ここはね、演説禁止って書いてあるところやから、仕事帰り？いや、ここは演説禁止。演説が禁止されているところで演説はやめてください。しまいつだなぁ。誰も近くに行くことができない。だからそれが、今現状どうなってるかも誰も確認できない。なあ、そうなのか。おいおい、ゴミ箱に、朝鮮人は朝鮮半島に、テクチョは鉄道に帰れよ。ここは、あそこ、おい、ちゃんこ、あそこで演説は禁止って書いてあるぞ。ルール守れよ。ルールを守れよ。もうここに、ご注意、ここの朝鮮人の演説の禁止。ほらほら、おいおい、やめろ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 、あんた絶望権吐き続ける醜悪な男、川東。おい、下の名前は何だったかな。ね、皆さん何て呼ぶんですかね。奈良在住の川東君、あそこで堂々とこの付近で演説は禁止。表現の自由が何なのかは理解できない。人権が何なのかは理解できない。汚い差別暴言を吐き続ける、ね、あなたのその汚い言葉は誰にとっても迷惑なんだよ。
号機から3号機までがメルトダウンを起こしています。それはおそらく津波が来る前に大量の地下水が漏れて電力が漏れないことが隙間取られちゃった。今警察が来ました。何が警察が来ましたじゃん。これがついて大手に怖いことなんだ。あそこでね。嫌です。ちょっと帰れ。ここは帰れ。お帰りや。ここはパブリックになります。パブリックスクラブ。いいじゃん、帰りや。早く。取らないでください。どこにいようかって。意見があるなちょっと、ちょっと離れましたけど。こいつ話してくるわ。向こう、向こうはだけ、向こうけど。彼女は取らずにいいんだ。Thank you.
よ。怒るって言うよ。そこにあなたたち起きたら、怒るんだから。そういうのか、あのことを。そういうことできないかな。たまたま通りやがったんかな。
マイク入ってないじゃないですか。マイク入ってないじゃないですか。ちょっと待ってください。マイク入ってますか。ちょっとお願いします。入ってないです。こうかな。あれ？あれ？あ？あれ？あ、ちょっとマイクの使い方わからないです。トラメガネの使い方。ちょっと音が小さいですね。ちょっと待ってね。ああ、今ちょっと無理や。すいません、トラメがなんか音が小さいんですけど、出てないですかね。電池切れかもしれない。音が小さいんですよ。動いて、はい、すいません、どうも。トラメア復活、どうも。入ってます？はい。あ、そのボタンを押すです。これに反応するかもしれないです。あの電池のあれが。はい。なんか電波を拾っちゃうんですよ。皆さん。あ、出た、はい。こんにちは。あの、私たちは原発のごとく、皆さんと一緒に考えていきたいと思います。この場所でも侵入行為や強引な勧誘行為、福島の現場の事故は終わっていません。このような行為に当たったら警察に、これはこの場所でも路上に目を振らん、まだ落ち着いています。続いています。調子地域は高田の流れが近くあるとおでん自転車降りて、次までは
親は殺して、助けてる中にたくさんの人が暮らしています。そしてたくさんの人が住んでいるということは、ここで食べて生きかなければならないのです。I
考えたいと思います。こういうふうに見て、
自転車は自転車を禁止してください。
分の午後は京橋地域の安全な場所で住民と見られます。京橋地域を地方とウルズは来てもね帰りきれないんだろうと活動しています。なんでかというとコロナに嫌いだ自分もフリーなんてしまうでよ。あ、お疲れ様です。大都会なんです。新幹線の。たまたま通りかかったんですかね。たまたま通りかかったんですかね。髪の毛長い時しか知らんから、最初全然気づかんと知ってるやつは知ってたはずやなやつなんだけど、なんか気楽にこうのんきに喋ってて。いや、短くしてた。いや、でも普段着やったか分かんなかったんですけど。あと、あそこに、あ、いないかな、まだあそこに、あのバッフル屋さんの隣っていうか、手前のところに、あ、緑というか、青色の服を着た人が立ってるんですけど、あ、危ない、ずっと立ってるんですけど、あの人、公安ですかね。あ、公安ですか。公安がさっきから来ました、あの、川東が来た時だけ。公安にでも、大都会にでも、私のとこ、行こうよ。いやいや、いやいや。来なかったでしょ。え、まあ来ないです。よくしたら来なかった。あ、東は来ない。うん、何やろな、あいつは。あんまたまたま通りなかったんやと思うんですけど、仕事かなんか終わって言うてきてくれたら楽しかった。いやいやいや、楽しいって危ないし。
や向こうから手出さあんまり手出さないんで、こっちに手出させてパクらせるっていう、いうタイプの嫌がらせをするんで、もうね出へんから面白ないんかな。いやいや、この車輪で褒めきり引いてやったらいいと思いますね。そういう感じで、おじの、官邸方位拡大行動、ただいま終わりますって感じです。終わりましたっていうか、まあ、官邸しましたですね。そんな感じで、あの人多分そうなんかなと思うんですけどね、あの青い服の人、今いますか、あのワッフル屋さんの前にいる人、青いってか緑色ですね。あの人ずっと1時間前が経ってるんですよ。まあそ、まあ、違うかもしれないから何とも言えない。でも1時間ぐらいずっと立ってるんですよ。で、あの川東さんの時は近づいてきたんですけど、あの人、ワッフル屋さんのとこにおる。ワッフル屋さん、あ、ベルギー料理屋。あのなんか緑、青緑のジャンパー。まあ、確かに川東の近くに近づいてきたんですね。見ました。で、川東へ来る前からあそこにずっと立ってる。直立不動で怪しい、激しく怪しい。誰かと待ち合わせしてるにも1時間も経つかって話でしょ。すっごい待たされてる、待たされてもらいますよ、ね。というわけで本日の、配信の方は終了します。どうも、本日どうも、ご視聴どうもありがとうございました。どうも、失礼します。